アワープラネット、TV、の白石はじめです先月6月に NPO 法改正と税制改正が行われたことをご存知でしょうかこの2つの法律の改正で NPO 団体などへの寄付をすればすれほど税金が控除されるという新しい仕組みができましたコンタクト今日の特集は寄付革命税制改正でお金の使い道は変わるのか寄付,寄付文化に新しい風を吹かせる新たな制度についてお伝えします 特集の前にまずは市民の視点に立って選んだ1週間のニュースをお伝えします。ジェンダーの視点で被災地支援を行っている東日本大震災女性支援ネットワークは22日国が策定している復興基本方針に対し女性をはじめ子どもや障害者外国人など 様々な立場のの人々が計画画段階から参画できるるように求め要望書では復興計画に関する意思決定の場に女性を最低30%参画させることや被災者が安心できる住環境を保てるようハード面だけでなくソフト面を重視する方針を立てることなど13項目を求めています。 各地でやっている NPO の具体的ないい事例を広めていって、それを各自治体が取り入れていくというような道筋ができるといいなというふうに思ってます神奈川県鎌倉市で25日、広島に投下された原爆の残り火を安んに使った脱原発パレードが行われ、若者や家族連れなどおよそ200人が参加しました。 集まった人たちは、原発いらないなどと声を上げながら街を歩き、海の家では音楽ライブやパフォーマンスが行われました。東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償の枠組みを決める原子力損害賠償支援機構法案の成立に反対する集会が25日、参議院議員会館で開かれ200人が集まりました。民主自民主自 公明3党による修正案により東京電力の負担する賠償金額に上限を設けることになったこの法案集会では事実上の東電救済法である原発事故の被害者に対する賠償額が削減されるなど抗議の声が上がりました、はいえー、以上ニュースを3つお伝え,お伝えしましたえ 今日の特集寄付革命、えー、税制改正でお金の使い道は変わるのか、えー、ゲストをご紹介したいと思います。えっ、ー、とこのもう新しい制度にですねもう長い間あの力を尽くしてらした、えー、シーズ、えー、市民活動を支える制度を作る会のですね松原明さんですよろしくお願いいたします。松原さんよろしくお願いします。あのまあ今回、えー、もうこの制度が変わって、えー、まあ寄付税制が大きく変わるというふうに言われているんですけれどもちょうどあの 1か月前にこの制度が改正されまして、はい、あのまず感想といいますか、まあ、みあのご覧の方は、ね、どういう制度なのか分からないと思うんですけど <laughs>、うん、ちょっとどういうお気持ちか大変だったとっいうのは感想ですよねあの、うん、ご存じの通り国会は今非常にねじれていて二重三重にねじれているそういう中で,えでなかなか法案が通らない被災地支援とかそういう環境も状況もあった中で ええまあ一つ法律を通す、それ二つ通したんですけどね。うん、ええそういうのはやはりまあああギリギリ、うん、どうやって通すか通すかっていう中で通しちったというまあ一言で言えば大変だった、苦労したっていう。<笑><笑>あのちょっとですね、<laughs> えー、その NPO 法改正の時に記者会見をなさってるんですけど、ちょっとそちらの方の VTR をご覧いただきましょう。<laughs> この分野は NPO の皆さんにやってもらうと助かるねという。 自然の会話ができるにまでするっていうのはこれからの10年なんじゃないかな日本の行政や経済の在り方そのものがこの時をきっかけに大きく変わったなという、えー、起爆剤になると思ってます官僚主導に対して、えー、NPO 主導市民主導でできた法改正であり税制改正ではないかと思っております、えー、特にシーズの皆皆ささんんはじめ、えー、関わられた皆さんの心から 感謝を申し上げます、はい、あの今、ちょっと映像を見ていただいているんですけれどもちょうど先ほどお話のようにです、ねまあ、菅総理大臣を引きずり下ろすような国会の中の動きで <laughs> 非常にこう与野党が激しくこう対立している中でこの顔ぶれというか。その 本当に各党全員がこう集まってこれを改正したっていうのを見て本当になんというかあの松原さん先ほどもね公明党の議員さんがこうシーズンの力って言ってましたけど、はい、なかなかやっぱりこう困難の中で成立したんだなっていうのはすごいあの感じたんですけどまあ,あれあのみんなと、まあ、山内さんですが、ねまあ、今回です、ね、まあ、松原さんは長い間この NPO 法、はい からですねこの税制改正まで、はい、長い間この取り組んでらしたわけなんですけれども、えー、今回その、えー、変えたこの税制改正とか NPO 法の,その改正っていうのは、はいまあ、どういったものっていうふうに考えればいいんでしょうか。まあ、あのどういったものというとですね、うんまあ、NPO 法法という法律は えー、1998年にできた法律なんですね、はいでえー、この新しい税制改正というのはその後に、えー、2001年に、えー、できた法、まあ、税制の法律があるんですがそれがあんまりも使い物にならなかったということで今回大改正したということで、まあ、NPO 法に対してもう一つプラスの、まあ、大改正なんですけれど、はいえー、この辺、ね、まあ NPO という話が出るんですけどねここは、まあ、やっぱり大きなのは NPO というと、まあ、あの社会のいろんなさっきもニュース出てましたが問題を取り扱って、まあ、市民の声を代弁していくとこういう機能が大きいわけですけれどやはりですねあの私はこ,うこの活動を取り組んでも15年ぐらいになるんですが、えー、ずっと見てきたのは NPO ってなかなかお金がない。で えー、活動しよういいことをしようと思っても事業資金もないしそれからそれを支えてくれる人もまだまだなかなか広がりがないで、えー、一番初めもともとこのシーズとっていう団体をスタートするきっかけがあったんですね、はい、でそれはあの、えー、とウィンっていうところで、えー、1993年になるんですけれど、えーまあ、あの国連の人権会議っていうのがありまして、はい、私も出たんですよ。えー でえー、そこでまあ海外のいろんな NGONPO の人たちと話をしているとみんなやはりあの団体の規模が日本の NPO や NGO に比べると全然違うんですね。 うちはスタッフが100人いますとか需要規模が700億円ですとか <laughs> 一体どうなってるんだととにかく日本だと NPO というとこう、ね、非常にこじんまりとしてスタッフをもう数名だしという感じですけど<う>海外行くと全全然然違違いますすね全然違うんです、ね、やっぱりスタッフが数十人いて政府<ー>ともしっかりと話し合いをしているしそれからあのいろんなあ調査レポートもしっかり出していってそれは政府もすごい参考にしている。 また政府に対って,て影響力も大きい、うんえー、そういう団体がたくさんありますよね。うん、それから実際に海外で難民支援とかやっている時もやはり素早く入ってで、えー、機動力も早い医者、お医者さんもどんどん展開していくとそういう団体たくさんありますよね。うん、やはり日本が特に千九百九十年代前半ですけれど経済的には世界第二、うん、まあ非常にあのエコノミーとパワー大きいと言われたんですが、まあそういう。 NGO の世界で言うとと、まあ、欧米とは全然比較にならならい確かにあのその差はちょっと激しすぎますね。ねでそれは単にですね欧米だけでなしに、ね、あのアジアの NGO と比べても、まあ、アジアの NPONGO と比べても非常に小さかったんですね。うん、で、えー、それはまあ何でなんだろうということで、うん、いろんな団体聞いたんですよ海外の。うん、なんでやっぱりそうやってお金、えー、出てくるのと。それとやっぱりみんなどの団体も特に欧米の団体言うんですね。うちの国では あの税制があって、はい、で政府があこういう NGONPO の活動それがたとえ政府と意見を異にしてても、うんえー、政府にいろいろとこう違う意見を言う団体であってもきちんとそれを応援する、うん、うそういう仕組みがあるんだとで、えー、そういうところに市民が寄付をしてでその寄付があその税制によって、えー、税制の優遇を受けて安くなると、うん、そういうとまた市民が寄付をしていくと。はい それで多くの市民がどんどん支えるようになると。でそれで財、えー、大団まあ団体として NGO、NPO としてはあきちんとだま財政規模も持てるし、はい、市民もたくさん支援しますから、会員が五十万人とか百、はい、万人とかいるわけですよね。はいはい、本当ですよね、えー。そうするとやっぱり政治家の人もそれからメディアなんかもやっぱりあのか団体五十万人の会員がいるとか、こっちの団体百万人の会員だって言えばやはりその意見をきちんと真摯に聞いて。 でどううしようかとと一緒に考えると、うん、こういう仕組みでやっぱり NPO があしっかりと市民社会に根付いてる、うん、それを税制が支えてると見てきましたからやっぱりそういう税制、えー、そういう仕組みを日本でもしっかり作りたい、うん、そういう思いで作ってきた、うん、これがまあ大事ですねもともとあった NPO 法というか、まあ、特定非営利活動、はい 促進法っていう、まあ、なかなかこう名前もなかなか覚えてもらいにくい名前で非営利団体だから儲けちゃいけないんじゃないかっていうようなイメージもついていて今までそのあんまりこう法人格取るのに、まあ、メリットもちょっとないかなっていうような形があったところが今回、まあ、ある一定条件をクリアすればあの税金をまあ えー、寄付した人にもかなり還元ができるというような形になるわけです、ね、あの今回は特に大きくて、えー、税額控除というです、ねはい、新しい制度が導入されたんですね、はい、あのちょっとフリップを見ていただきたいんですが、はい、ちちょょっとこちら見ていただきましょう、はいえー、今ですね、えー、NPO 法人のうち、えー、国がさらにですね、えー、ちょっと要件を課して、えー、認定をすると認定 NPO というものになれるんですね。はい、でこの認定 NPO になれると えー、個人が給付したときに、まあ、今まではです、ねえー、税制的な理由が少なかったんですがあの今年6月30日の新しい税制から、はい、このメリットが大幅に拡大されて、えー、例えばです、ね、ここに書いてあるように個人が、えー、認定 NPO に5万円寄付したとするとです、ねえー、税額控除で、えー、所得税1万9200円、えー、これ国から返ってくると、うん、約40%です、ねえー、の、まあ、税額控除があると。 これは今までですと、えー、5万円給付しても実際まあその人の所得の税のお率によって変わるんですが、まあ税率10%ぐらいの人だったら、えー、4800円ぐらいしか返ってこないんですよ。うん、それだからまあ簡単に言うと4倍から5倍、そうですよね。えー、まあ本当に半分近い金額が返ってくるということで。 こうななってくると他のの国にも引きを取らないぐらいいのぐの、えー、海外欧米に比べて全然引けを取らない、うんえー、制度になってきたと。うん、で、えー、やっぱり一つはそういう、まあ、税のねメリットで市民がこういう NPO の活動を支援すること、うん、これを国がバックアップするんだと、うん、でそういうことに関して、えー、これをですね、えーまあ、多くの市民が知っていくことで、うん、やっぱりじゃあ自分はどういう NPO を応援しようと。うん 自分はどういう活動今後この国によって必要になるのはこういう活動だった人権だったり環境だったり福祉だったり子育て支援だったりまあ今回は震災支援だったりしますよねそういうところをどんどん選べるようになっていくこれがやっぱり大きな違いですよね。うんうん ななんとなくまあ今までその寄付というとどうしてもこう目に見えやすいような活動を中心にまああの寄付するというのが多かったと思うんですけどまあ今回、よりこう積極的に自分たちでこう考えるきっかけはできたのかなと思うんですけど実はですね今回、どういう団体にメリットがあるかなってどこに取材に行こうかなと思ったんですね、この,あの制度で。実ははシーズささん <laughs> 取材をさせていたただきましたそれはですね、あのー まあ、あのシーズさんのような団体というのは、私は大きくてあの、こういうふうに法律を改正するから、非常にこう基盤もしっかりしてるのかなと思った、はい、どうも漏れ聞くところによると、意外とこう大変らしいということで、と漏れ聞かなくて大変なんです <laughs> ちょっとですね,ね、えー、そちらの方のシーズさんのちょっと様子を取材してまいりましたので、えー、ご覧ください。NPO 法人シーズ 市民活動を支える制度を作る会1994年に設立した非営利の団体ですその名の通り15年以上市民活動を支える制度づくりに取り組んできましたところがこのシーズンでは今財政的に非常に厳しい状態が続いています私たちは法律をくってくだささいと議員さんとか 政府の方にお願いする立場なのでそこに変な環境が生まれないように一銭もお金はもらわない完全に民間のお金で運営してるんですね。でとはいえなかなかこういう法律を作るんでお金が必要ですっていうことをなかなかですね理解してくれる方とかっていうのも増えなくてですねいつもどうやって費用を稼いでるかっていうと1年の半分労備活動してあとの半分はいろいろ講演とか原稿を書いたり そのロビー活動で得た知識をこうあちこちにコンテンツとして、えー、売り歩いてお金を得てたんですけれども、ここ数年はあの政権交代の前後あたりから、政治が混乱というか、あのすごく年中動いておりまして、シーズンも一年中ロビーしなきゃいけなくなっちゃったんですねそんな中、3月11日の震災で、新宿にあった事務所が被災し、現在は3か所のオフィスに分散しています。 国のさまざまな制度改革に取り組むことをアドボカシー、政策提言と言います。アメリカのような国では、こうした政策提言活動を行う団体はとても力があり、億単位の予算を運用し、100人以上のスタッフを抱えているところも少なくありません。しかし日本では、この政策提言を行う団体は寄付や助成を受けにくく。 大きな団体でもスタッフは10人未満。どの団体も厳しい財政状況にあります。まあ、これは別にシーズンに限らず N. P. O. 一般に言えることだと思うんですが。待遇面での不安というのはあるんですよね。実際、あの、私の同世代の人でも、その。寿退社というか、まあ、あの。お子さんが生まれてとかっていう理由で、N. P. O. の正解をさらざるを得ない人もいっぱい。 あの見聞きしてますので、そういったことがないように、今回の税制改正も NPO によりこう資金が集まってです、ね、ちゃんとこう職場として若者があの夢を持ちつつ、こう働き続けられるような、まあ、業界というか、セクターにするために、今回、頑張ったというのもありますので国民の9割近くの人が寄付をしたともいわれる東日本大震災。 人々の寄付に対する関心が高まるこの時期に法改正が行われたことによって地道な活動に取り組む NPO にも光が当たる可能性が高まっています。実際際やっぱり近くであの瀬戸際のの。ところの <laughs> <laughs> 戦争状態の中で活動されているのを間近でずっと見ていたので、なるほどとこれはすごいなっていうのを改めて感じて、今回の震災ってとてもあの今後の寄付を考えた上でも大きな転換期になる転換点だと思うんですね。それはあのある統計によると、まあ90%ぐらいの人がですね、あのこの震災関係で寄付を外島募金も含めてですねしたっていうデータがあって、これは今の日本今までの日本の寄付では ありえなかったようなあの高い頻度での寄付の行為だったと思うんです、ね、この時期にやっぱり NPO 制度の改正があったりとか新寄付税制が変わったっていうのはものすごい大きいことで、はい今ちょっとシーズさんの <laughs> <laughs> あの事務所はあの, <laughs> あの新しい事務所にちょっと伺ったのです、えー、新しいっていうかあれかあの曲がりしてるだけで、えー、あの机二つだけでがうちのスペースなんで,そうなんですね、えー、でまああの。 15年の実績があって大きくまあこういうふうな法律などにも、まああのー、関わってらしたのでさぞかしこう安定して運営されてるのかと思ったら <laughs> そうではないということでもうあの15年経って何やってるんだって話ですよ海外の団体の色を抜いてきて、えー、勉強して、えー、自らがこれかとちょっと情けない感じをするんですがただやっぱりあのー。 分野によってこう集まりやすい分野とか集まりにくい分野とかそれから寄付もですね今の寄付というのはまあ今回の審査もそういう面は多々あると思うんですけどなんか少しかわいそうだからとかこれはもう気の毒だからっていう出そうというこれは悪いことじゃないんですけれどそういう義援金みたいなそういうお金だけが本当の寄付じゃないんですね。さっっき言ったようにやっぱ欧米見見ててももそれからアジアジのやっぱ新興国見ても、うん 自分たち市民一人一人とはじゃあやっぱり私はこういう問題を解決したいって言ってお金を一、ま、生、あ、投資するようにです、ねうん、寄付していって団体を支えていく、うん、でそれによって団体の旧社、えー、となって団体自体の、まあ、エンパワーメントをしていくとおこういうことがですね、えーまあ、民主主義いや本当に市民の意思を社会に表明する一つの手段でもありますし社会をこうよりよく変えていく。 そういうツールにもなっていく、まあ、うん、キューティ非常にそういう重要な行為なんですよね。そうですよね。あの、私は去年アメリカに行った時に、えー、その。 メディアの在り方そのものを考えるというようなその政策提言型の,、うん、あのフリープレスという団体があって会員が50万人いて、はい、4億円規模で運営していてスタッフが38人と、はい、これはもう本当にあのもし日本でそういう団体があったら本当にメディアの構造とかいろんなものをチェックできていいのになと思ったんですけどそのやっぱり、ね、落差をこう埋めていけるような、まあ、この制度を使ってそういうことができていったらどんなに素晴らしいかなと思いますよね。えー あ,のあるアメリカのアドバカシが強いこれ100万人の会員がいるという、えー、あんでその人が一体どうやって100万人の会員集めてるんだということを聞いたらでうちはこうやってこうやってっていろいろとノウハウを教えてくれるんですけど、うん、いやそこは日本は。 あのこういう制度があってこういう制度があってこの制度はなくてっていう日本の状況を話していくと全部その会長さん聞いた後に「フー」とか言ってた,ためについて「それでは私は何もできない」って言って答えたらすごく印象的でやっぱりその100万人とか200万人そういう会員を支えていくそういう会員をこう得ていくという上でもですね、えー、社会がそれをバックアップする。 仕組みを持ってるかかどうか、うん、でそこら辺がやっぱり日本社会の、えー、今後のこう民主化とか、うん、え人権とか,そっか環境というのをどうよくしていけるか、うん、そういうのを支えるこう根底にあると思うんですよねそ、うん、そこがちょっと足りないのかなと、うん、そうですねでもまあ本当に今回あの実はあの先ほど言ったその税制的な優遇以外に、うん、そ,のそういった優遇を受けられる団体の枠組みというのが非常にこう広がったというのが一つ、はい、ポイントに ありますよねでこれは私はもう本当にあの「OurPlanetTV」も大変ごとじゃないというか <laughs> あの税金の寄付した人たちにもその還元されるというその認定 NPO って先ほど出てきましたが、はい、その,あの要件というのが非常に、まあ、あの緩和されて。 えー、3000円の,その寄付をした人が100人集まればそのまあ認定 NPO になれるというのが今回の一つ大きなこう変化だったと思うんですけれどもやっぱりこういうものができることでそのまあ寄付者が増えていくというかそういったその団体が増えていくというか社会のやっぱり変革につながるんですかね,ねあの今回のやっぱ大きなポイントはさっき今おっしゃられたように認定 NPO じゃないとこの寄付の優遇がないんですね。<え>ただその認定要件が 今あまりにも厳しすぎたために今 NPO 法人4万3,000あるんですが認定を受けてるのはわずか220でほとんどの団体認定を受けたいアンパさんもとて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 も陽気が厳しすぎてうちも受けられないぐらい陽気が厳しすぎて大変なんですよでやっぱりこれを関数にしてなおかつ3100人という客観的な基準 はいまあ、私はね、3100人は本当に現実だと思いです。日本ってなかなか <laughs> あの何億円の寄付を集めろって言うとすぐじゃ無理ですから、ね、3100人の寄付が2年集まれば認定を切れますよと、はいで、これの一ついいことは、あの基準がね、 客観的なんですよ。要は行政から見て、はい、あの団体いいな悪いなとか考えなしに市民が俺応援するぞっていう人が3000で応援する100人集まれば認定受けれるんですよね。うん、まあ他の要件もあるんですが、はい、ほぼ受けれる。はい、でそういうことは多くの市民がですね自分が好きな団体をどんどん認定にしていけるってことなんですね。だか素晴らしい。<laughs> えー、そういうのはやっぱりこの社会大事な価値観の多様化ですよね。えー、多様な価値観をこう出していって、えー、いろんな団体が 子育っていく ちなみにアプラさんは今事業いいくららぐはっきり言いますと大体2000万から3000万ぐらい万。これでよくスタッフ4人いるんです一番大ぐらいで3000万から4000万ぐらいでスタッフは56人いますからみんなどういう生活してるのかっていう話でさっき大変な社の話が出てましたけど男性が結婚すると仕事を続けられないっていうのが NPO の今までのね女性も大変でねだからやっぱり NPO 今若い人がね えー、この NPO 世界どだから入ってきてもやっぱりお金が続かない生活がもう成り立たないから続けられない、えー、やっぱりすごくこう仕事のキャリアもある人も入ってきたいけどこういったら生活していけないでそれは日本の国にとっても世界にとっても大きな損失だと思うんですね。うん、で、えー、こういう寄付税制をしっかり整えてで認定 NPO にこれも100人集まれば3年100人集まれば。 いろんな市義主張の n p ができても OK なんですよ法律でさえ違反しなければ、うん、だからそういう団体が政策提言やろうが、えー、デモやろうが別に OK なんですねでそういう団体があ日本でたくさん育つことで我々市民が一人一人がこう社会に関わっていけるそういうルートがいっぱい出るわけですでそれが、あのー、この日本の社会今やっぱりなんかちょっと閉塞感ありますよね、うん、市民の声が社会に届いてるのか政治に届いてるのか こういうところを変えていけるる大きなな原動力になる、うん、割と日本の場合だとやっぱりそういうふうに要件を緩和すると何か悪いことをするんじゃないかっていうそういうまあネガティブな心配もあったと思うんですけれどもやっぱりそういったことの心配でこう何でもこう規制するのではなくてこう幅を広げていくことでこう変えていけるっていうのがやっぱりすごい変化だなというふうに思いますよね。うんまあ、やはりねあの日本社会も,もう今変化をどんな変化でもインターネットでもね やっぱりそれは大きな変化で、インターネットがこう広がれば。悪用する人はいっぱい出てきますよね。はい、変な詐欺も出てくるし。 迷惑メールも出てくるしウイルスも出てくるしでもやっぱりそれう,う乗り越えて進んでいかないと社会は良くなっていくことがないんですね。日本のまあ政府もやっぱりそこは少しずつ気が付いてきてえやっぱ特に NPONGO の世界ではもうさっき VTR で出ましたけどやっぱ全ての政党がやはり今からの日本で NPO とか NGO とかこういう多様なしかもコミュニティとかいろんな人の参加できるこうグループが育っていかないと。 日本の社会が強くならならい、うん、それはもう各党の推しを超えてですねみんな思ってくれてることだと思うんですね。うん、まああの本当に3000円っていうとまあ1回飲み会っていうか食事とかっていうような金額でそういうふうにいろんな団体をこう個人的にこう応援してでそこが認定 NTPO を受ければ自分が寄付したお金が自分にも返ってくるっていうようなあのことですのでやっぱり。 もうせっかくなのでこの機会にいろんなところに寄付を皆さんにもしてほしいなっていうのはあるしぜひ「アワープ l a n e t でいいとか人の <laughs> あの、まあ、それをあの言いたいがためにこれをやったんじゃないかと <laughs> 言われてるぐらいなんですがあのやっぱり、まあ、今、本当にいい活動をいっぱいしている団体があって、うん、一つ一つ見ていくとやっぱり本当に、ね、可能性があるなと思うので、まあ、これをきっかけに本当に。 変化すすするといいででよねねそうですねもう一つ、まあ、あ,のあるのはやっぱりこれこう寄付なんですが、うん、あの国の税金が、ね、あの戻ってくるっていうのを逆に見れば国の税金がその団体補助金としていくっていうのを我々市民が選べるんです、うん、だからそういう点では国の税金の使い道を選ぶという点からでもです、ね、市民参加の大きな変化だと思ってます。うん、ある意味その公的に使うお金を 税金以外にも新たなこう場ができているというような考え方ができるということなんですねまあ一種の直接民主主義の導入、まあね、補助金の使い方を、うんえー、市民が選んで,でそこを多様な団体に自分がどんどん育てていける、うん、そういう新しい、えーまあ、お金の流れ、うん、お金の在り方ができたんだと思います。うんうん わかりました今日は松原さんありがとうございますあ,いまあの私たちもまあこういう制度をうまく活用してあのどんどん活動を広げていきたいなと思います,すどんどん大きな NPO が育ってくれればと思ってますありがとうございましたまさてこの番組は市民が参加できるえ当事者の声を伝える番組を目指していますえぜひ身近な出来事や特集してほしいことなどをメールやファックスでお,お送りくださいえ来週は欧州放射線リスク委員会のクリス・バズビーさんのインタビューです ではまた来週。